Thank you.
素晴らしい。私が作り出した幻覚や奇弁にも騙されない、その理性的な判断能力こそまさにこの世界の大前進、ハ・サタン様の使徒たる救世主の証。ご同行ください。この身、その知識のすべてをあなた方に捧げましょう。霊族の地ノアへ。お前さんの言いたいことはなんとなくわかるぜ。だがあのじいさんの言い分によればだ、確かに俺たちの手はすでにドス黒い血にまみれきっている。だからこそあの場にいた遺族の娘たちが本物だったとしても、あえて殺しちまえるような冷静な判断を下せるようじゃなきゃ、こいつが救世主である証ってことにはならないんだろうな。なんなんだここは。なんだなんだ、どいつもこいつも体中がズタボロじゃねえか。僕は監視をやってたから知ってるんだ。あの人たちは体中にひどい罰を受けた流刑囚の人たちだよ。この世で一番軽い刑罰はその場での死刑、その次に軽いのが火あぶりや煮え湯を使った拷問死で、元気のいい重罪人たちは死ぬまでマグマが噴き出す鉱山で働かされる。そしてもっと重い罪を犯した人たちは、一人では生きられないようにされてから町に放り出されるんだ。少しでも苦痛が長引くように。だけどあえて自分から七つの大罪を犯すような意志の力が強い者たちはバベルの塔に連れて行かれて、この世で最も辛い刑罰を受けるんだって聞いてるんだけど。